小さいからって舐めない。あの、えへへ、お前オクソラアヤネです。別に協力するつもりは。ゲヘナ学園9。こんにちは先生、トキです。潜入用衣装に身を包んだエージェントとしての真髄お見せしましょう。ミレニアム学園、怪我をされた方はいらっしゃいますか。ミレニアム学園、バルキューレ警察学校のキリ。本の中の物語のご主人様と一緒に。私訓育支援部バイカ園の教官シュンです。うちの子たちをよろしくお願いいたしますね。せんせい。ミレニアム学園、音瀬小玉。先生の声が聞こえたのでここに来ました。ごきげんよう。正義実現委員会1年生真代、お呼びがかかりましたのでこちらに。未熟者ですが、いついかなる時もベストを尽くします。お祭り運営委員会のしずこです。これからよろしくお願いしますね先生。え、ああ、はいはい、そうですよ、営業用のセリフです。説明や解説が必要なら私に任せてください。説明や解説が必要。ゲヘナ学園給食。また来ることになりました。新年早々すみません。試練が怖いとき、冷たい水を浴びると気持ちまですっきりしますよ。先生も水遊びいかがですか。冷たい水を浴びると気持ちまですっきりしますよ。先生も水遊びいかがですか。
解説が必要。怪我をされた方はいらっしゃい。自警団任務の延長ですね。怪我をされた方はいらっしゃい。ごきげんよう。あ、ご主人様と一緒にミレニアム学園。うわあ、適当にやろうよ。ゆとりが大事なんだから。説明や解説が必要なら私に任せてください。本の中の物語のように私たちの物語が始まります。怪我をされた方はいらっしゃい。浦和花子です。ご主人様と一緒にた、ゲヘナ学園救出。自警団任務の延長ですね。説明や解説が必要。ごきげんよう。あ、ミレニアム学園。トリニティ総合学園シスターフット所属の宇多住桜子です。日々に安寧があらんことを。登場。さあ、これから楽しく遊ぼう、先生。試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。本の中の物語のよ。ご主人様と一緒に。仙外郷高級中学校所属、源流門の執行部長、近衛美奈だ。我々の行く手を阻む者は全て私が処理しよう。少女を美しくするのは化粧ではなく熱情さ。中の物語のように私たちの物語が始まります。
された方はいらっしゃいます？オクソラアヤネです。怪我をされた方はいらっしゃいますか？ようやく見つけました。もう逃がしませんわ、あなた様。もう私のおそばから離れないでくださいね。私たちの物語が始まります。試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。冷たい水を浴びると気持ちまですっきりしますよ。先生も水遊びいかがですか？